つまでって書いてたっけな。3月2日までだ。3月2日まで。よいしょ。あ、でもどうしようかな。50分にランキングエンド終わるかな。じゃあいつもでちょっとだ。10分早いけどいつもそのぐらいで終わるかな。それで50分にランキング。それはそうなんだけどね。今日はちょっと早く寝ようと思って。もう早く。すごい、なんか降ってる。これ何？コンフェットっぽい見た目してる。すごい、ありがとう。めっちゃカラフル。40分。いやでもね、50分までしようかな。40分なんか短いなと思って。あんま変わんないけど50分あんま変わんないけど。50分ランキング。そう、あんま変わんないんですけど。お風呂入ってそう、お風呂入ってないんですよ、まだ。まだ入ってなくて。今日まだ入ってないか。入ってもよかったんだ。終わった後でいいや。
今度の施設怖い6日のやつか。確かにそう、私はその日はいない。そう、施設怖いも寝てたい。最後こないだバージョンの雫公演10月に出てからもいいけど、そうなかなかね、なかなか今日前髪の今日ここら辺に短い髪の毛が出てくる。ここら辺にすごい邪魔で。生誕祭、あ、確かに生誕祭ね。のやつからしてない。生誕祭18歳、生誕祭もしたい。そう、前回も生誕祭なかったから前回出た時してないんですよ。失敗失敗。これはこの間あ、巻くのがうまくいかなかったっていう話。でもじゃもうちょっとしたら切ろうかなと思ってる。今日その巻くのうまくいってない。今日お昼ぐらい、お昼にそう出かける用事があったからなんですけど、そう、もう一個行かなかった。もういいやと思って出かけちゃったけど、でももうちょっとしたら切る。なんだろうな、巻かなくていい長さぐらいが好き。巻かなくて、そのくるってしなくていい、そんなにあれの、なんだろうな、少し熱加えるぐらいの、熱加えるぐらいの、なんか軽くアイロンできる長さ、長くて長いとどうしてもそう、あんまり巻かなくていい長さが好きなのね。しよっかなみたいな。キャバさんの髪色めっちゃピンクできるやつ。あのそれだけだから。今日に固めなくていい。コンサートだったら固めるけど、確かにね、普通に出かけるぐらいだったら固めなくていい。あんま固めないけど普段から、普段前髪あんま固めないんだよ。コンサートの時は短くても絶対に固める。短くてもっていうか、なんかそんなに黒コンサートだったらね。なんなら今の朝で、いや今はねちょっと巻いてるんだよね。違うの、なんかねほんのちょっと長いぐらい。そうだからなんかずっとさ、ちょうどいい長さをキープしたいじゃん。だからそう、ちょっとだけ切ろっかなみたいな。ちょっとちょうどいい長さをキープしてたいから。
めての世代代の関係者席が美少女だらけだったのは何を覚えてる。キャバドンの後輩だったのか、関係者席、私の初めての生誕祭の関係者席、いつのだ。え、全然わかんないんだけど、みたいな、私の生誕祭でね、記憶はない、わかんない、わかんないな。自分で、そう、自分で切ってる。それだけ覚えてるね、クセのアイドルの前髪なんですよ、ケープでスプレーで固めてるんですよ。分け目とかこだわり、こだわりはないね、分け目のこだわりは今は分けてないからね、泣けてない、今はもう下ろしてる状態、普通に。まあちょっとね、今若干ね、若干、本当に若干レベルでも、なんかちょっと巻きづらいんだよね、長いと。そう、あんまり巻かない長さが好きだから。前髪は前髪こうあんまりね、くるっとさせない方が自分的には好きだから。あとそんなに上手くないっていうのもあるけどくるっとさせるのが若干今から切ろっかなーみたいな。前髪はね、なんか自分的には分けない方が好きなんだよね。なんか確かに他の人見たら分けるの可愛いけど、分けてたんだけど、自分も最初は。そう、分けてたんですけど、なんか分けない方が好きなんだよね、自分は。なんか前髪も分けて、こうなんかめっちゃこうくるってするのよりも、分けるんだったらね、くるってこうめっちゃこうなんていうの、こうするのよりも、なんていうのかな、多分伝わりづらいよね、言葉じゃ難しいそう、そうだからあんまり分けない方が好きなんだよね、自分的に。もともと駅日に入る前から分けてたわけじゃないの、前髪を。あの時に初めて分けたの、なんか撮影する時にメイクさんが分けてくれたんだけど、でだから分けて、別にこうしたいっていうのもなかったし、別にだから分けてたんだけど、それよりかは自分的には分けない方が好きだから今は分けてないって感じかな。そうやってみたけど、でもやっぱり分けない方が好きだった。
と思うし、まあ研究性を研究って何何それ初めて聞いた。ここが自分的には好きなのね、自分のだけです。64ぐらいでめっちゃウケるやん研究生。64、あ、このぐらい、ここぐらいってこと？いや、わかんない、わかんないわかんないな、初めて。人によってじゃないあれはね、私はメイクさんにやってもらってたから、前髪分けるのもわかんないよあれは別に、あの、強制ではないですよ、分けるのは。別に分けないといけないってわけではないけど最初から OK じゃない、こう普通にいるよ。絶対に絶対に負けようみたいな感じで言われたことは一回もないけど、そう、あれはそう分けてくれたから、そう、別に何でもよかったから、私はよく分かんなかったから、自分が何が似合うとかも。そうだから、そう、メイクさんにのメイクさんに全部任せて。研究生でもついてる、研究生でもできるよ、ついてる。髪結ぶのはできるけど、なんか髪巻いたりするのは程度経ってからなんで、ね、そのなんか明確なこう何年とかのはないけど、何年経ったらみたいなのは、そのエイトは研究生っていうのがないからあれなんだけど、研究生わかんないな、研究生はわかんないけど、エイトはその何年みたいな、こうどのくらい経ったら、明確なのはないけど、なんかあるのねだから最初はストレートか、髪結んだりするな別に、うん、大丈夫。巻くのはなんかあるけど、明確なやつは、書いてもらうまで髪型変えちゃいけない。あ、なんか確かになんか、なんだっけ、私は別になかったんだけど、そうなの、なんかずっとこの髪型でみたいな、別になかった、私はね、なかったんだけど、あのね、なんかなんだっけな、あのみずほちゃんたち、そう、メンバーがこう一気に入ってきた時、エイトのエイトに追加メンバーとして、その時はなんか最初の頃はずっと同じ髪型にしてた、そう、なんか覚えてもらうためにみたいな確か言ってた気がするあの曖昧だから分かんないんですけど、確かそんな感じだった気がする。私は別になかったよ、な、一人だったからっていうのもあるかも。そのみそちゃんたちは一気に何人か入ってきたじゃん、12人一気にこう入ってきたから、だからだと思うんだけど、私は多分ね、多分だけどわかんないけど、多分一人だったから普通になかった。自主的、いや自主的にってわけではないと思う、なんか、うん、確か違った、なんかそんな感じで
同じ髪型でみたいな感じだったはず。あんま覚えてない、私がそんな感じだったわけじゃないからわかんないんですけど、そう覚えてもらうために、わかんないけど私はなんかみたいなの、みずおちゃんたちも、それはなんとかみずおちゃんたちもないですけど。研究生みたいな扱いってどういうの？わかんないんだけど。でもそんな、なんか、忘れたけど、なんか明確な期間はない。ランク外コンサート2回目の私が出た、1回目の時は違ったの時に初めて会えた。私はそっからそれよりちょっとけど、そう、みんな向いてなかったから、同じぐらいに入ったメンバーが、だからそれより前からちょっと前でも確か、でもいつ頃から それはあったけど、そのなんかストレートでみたいなあったけど、他どういうの、そのどういうのがさ、その研究生みたいな期間みたいな、わかんないんだよね。他がわかんない。なんか最初制限があった、なんかできなかったみたいなのはそれぐらい。あ、覚えてるのは、まあわかんない。髪型かぶらないようにしたりする。周りのメンバーと髪型かぶらないように、確かにね、その髪型が多ければ違う髪型にしようかなと思うけど、絶対にかぶりたくないみたいなのは思ったことある。絶対にかぶりたく、なんかそういうメンバーもいるけど、あんまかぶんないようにしたいみたいなメンバーもいるけど、私はあんま気にしない。なんかめっちゃ自分のしようと思ってた髪型がどうかなってなるけど、めっちゃ多かったらね、なんか多かったら思うけど、そんなに多くなかったら別に同じ。
たくさんいるから、その8人公演とかだったら被んないようにとかできるかもだけど、そう いるからさメンバー被っちゃうのは仕方ないから、そこまで気にしないか私は。先輩から髪型決めるとか、髪型決める、うん、別にみんな私今日これにしますみたいな言わないからそういう立候補制なんていうそういうのじゃないからうん、今日何にするってみたいなちょっと話すぐらい、そうなんかっていう軽く、そんなみんなと話すわけじゃないから別に先輩そうそうその日それ髪型別に誰にも言わないで、そうなんか絶対に言わないっていう思って言わないわけじゃないけど、その話をしないで、でって言って髪型にしてもらうこともあるし、そう誰かと話すこともあるしみたいな、特にないです。そんな話し合うこと。言われたことないな私は。さすがに被ってるから変えてみたいなのはないかな。なんかでもみんな、うん、でもあんまり多かったらその髪型をしてるメンバーが多かったら変えるとかあるけど、物型してるメンバー結構多いですかとか聞いてるメンバーもいたりするけど、私はそこまで気にしないから、その見てかな、まあ被るのは仕方ないか。コンサート時は結ばないと落とせる。うん、そこまで思ったことはないかも。結ばないとみたいな。結ばないことも普通にある。レッスンの時とか、リハーサルの時とか、常にこの状態、下ろしてる状態で踊ってるから。結んでない、下ろしてると踊りづらいとかは特には。
ットセットとかつけるときは結んでる。普通のさマイクだったらこもってるから関係ないんだけど、ヘッドセットがあるとそのここにこう難しいな、そのつけるのね、ヘッドセットがあると結んでる方がつきやすい。その結んでなかったらその髪の毛をこうでつけるんだけど、みたいなってするんだけど、入れるじゃん。わかるかな。つけたことある。セットつけるときはダンス曲で、どんな、例えばどんなんだろう、なんだっけな、あともヘッドセットつけるの、なんかダンス曲出せないわ、ちょっと待って。でもある、普通にダンス曲じゃなくてもなんか前後の曲の関係で、できる曲だけど前後の曲がヘッドセットだからこの曲もヘッドセットでってなることもあるし、いいかだっけな、それなんか福岡ツアーかな、ヘッドセットで踊った曲がある、両手であれ違うけど、いいんだけど、ヘッドセットの時ダンス曲じゃない曲もある。普通に関係、前後の曲関係なく、そう、だから確かにダンス曲の方が多いんだけど、ダンス曲じゃない時もある。つけたのなんかガチじゃんそれ、ヘッドセットつけてたらイヤホンでさ、こうなんかマイクもついてるやつでしょ、なんかゲーム実況者みたいな、なんか配信者みたいな、なんいるじゃん YouTuber の方で、あの方たちがつけてるやつでしょ、つけたりとかしてる。ああいうのでしょ。ガチじゃん。YouTuber の方たちとか使ってるやつだよね。ヘッドセット、ヘッドホンにマイクついてるやつ。ゲーマー感があれつけたら。すごい。ボイスチャット使わないから。弟がつけてるって言ってた。ヘッドセットは持ってない、さすがに。弟はイヤホンしながらフォートナイトとかして友達と喋りながらやってたりするけど、ヘッド
セットも、ヘッドセットはさすがに持ってない。喋んないから別にボイスチャット使わないから。ありがとう。ランキング見ますね。はい、しんさんありがとうございます。12位、ウォントムさんありがとうございます。ありがとうございます。10位、にゃんこさんありがとうございます。9位、バトニーさんありがとうございます。タムミーさんありがとうございます。6位、 W さんありがとうございます。5位、筋肉あございます。3位、さんありがとうございます。次、1位がラスカールアットマークタムタムさんありがとうございます。明日もこのぐらいです。明日は普通に55分までする。12時までする。間違えた。明日もこのぐらい、11時とかからか、とかからかな、11時っての思ってます。よいしょ。じゃあそろそろ終わろうかな、今日は。前髪の調子が本当に悪い今日。不調、前髪が。じゃあありがとうございました。また明日。明日もこのくらいの時間ね。じゃあおやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。